はい、皆さんこんにちは。 DHL で香港からね荷物が送られてきましたんで、ちょっと開けていきたいと思いますけどもね。でこちらね、まあくだらなくて面白いものなんですけどね、まあこれねアメリカの通販のね会社なんですけどね、ケースティファイって言ってですね、まあiPhone ケースとかね、まああとは Apple Watch のバンドとかね、まあそんなのをねやってる会社でね、結構この内側の梱包もねなんか素敵感あるんですけども、2点ほどね購入しております。今日ご紹介するのはねこちらの Apple Watch のねバンドなんですよね。まあちょっといつもにないカラフルなものがね出てきたかと思うんですけどもね、これはね実はまあ見ての通りね、運送会社 DHL とのねコラボ商品ということで、まあ、この DHL のねロゴなんかが入ってる、まあこれねこっちは iPhone ケースなんですけどね、これはね次回、それで、今日はねこっちの Apple Watch のねバンドの方をね、これねチェックしていきたいと思ってます。はい、それではですね、このケースティファイっていうのはアメリカロサンゼルスのブランドのようですけども、まあ、この iPhone ケースなんかでもね結構デザインをこうかなりね凝ったものをね、やってる会社なんですね。まあ、決してね安くはないんですけど、まあ、これ日本語対応でね、買いやすいというねことになっていましてですね、でまあこれ Apple Watch のバンドについてもですね、まあ、もともとこういったオリジナルの製品をねやっているというねな感じで、でそのケースティファイがですねこの度 DHL と、まあ、コラボレーションのね製品を出しましてですね、まあ、DHL のロゴとか色とかね、まあ、そういったものをねこうアレンジして、まあ、iPhone ケースにね落とし込んだりとかしてですね、まあ、カスタマイズもね一部できたりします。であとはこういうキラキラのねやつがあったりとかね、まあ、あとは、ね、今回のこの Apple Watch のバンドですよね、まあ、そんなのをね、やったんですよね。それでこれね、まあ、の細い方と太い方それぞれ2デザインずつね4点ほど出していたんでね、私は1つねこの4244用のやつをね買ってみたわけですよね。まあ DHL っていうとこの貿易関係にね携わったことのある人はね結構馴染みの深いデザインでですね、なんかちょっとね好きなんですよね。そんなんでついついニュースを見てね購入してしまったというのが今回の商品でございます。はい、それでね箱の方チェックしますと、まあ、この白と黒のねベースで結構洗練されたイメージになっているというのをね好感度がね持てますけども、まあそれでねこれ見ると、私はねこのバックルもね色選べるんですけどね、ゴールドを選んだということですね。でコンパチブルウィズシリーズ1から4って書いてますからね、まあこれ、まあ、どのアップルウォッチにも使えますよということで、サフィアのレザーアップルウォッチバンドと書いていますね。でまあ裏側にはね簡単な、まあ、取扱い説明があってですね、まあ、あとは今回のコラボにあたってですね、これ特別にシールが貼ってますね、まあ、これ DHL のトレードマークを使ってますみたいなことが書いていますけども、はい、それではね開けていきたいと思います。でこれ引き出し型になっててね、こうやってスライドさせるとスル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 っと出てきて、じゃーん出てまいりました。 DHL の黄色でございますね。まあすごいね、鮮やかでね。でこっちが、短い方バックル付きの方でございますけども、はい鮮やかですね。で長い方は DHL のねロゴ入りということでね、おー、なんかこれ自然とウキウキしてきますけどもね、なんか仕事と連結しているはずがそうでもないというね、なんか楽しくなっちゃいますけども、でこれね、まあ、裏側はねこのちょっとスポンジの入ったようなね、合皮で、表はねなんていうの、脂肪の入ったような合皮ですよね。でここにもうフラジャイルとかねコーションシールが貼ってある感じのイメージですね。でちょっとねはめてみると、はめ込み具合ね、まあそんなに悪くないかな。うん。外れていく感じもないですしね、ちゃんとストッパー効いてるようですね。で、こっちもどうでしょうか。うん。多少引っかかりはあるけど、まあそれでもね、まあこのサードパーティーの中ではね、許容範囲という感じで、うん、外れて飛んでいくこともね、なさそうなんでね。まあそのあたりの品質は大丈夫そうですけどね。
で、これね、表面は、まあ、この PU レザーって、まあ、合成皮革ですよね。で、ここのね、金具は、まあ、ゴールドといっても、まあ、アルミ系のやつなんでね、このアルミのケースだとぴったりの色になると思うんですけど、まあ、それでもね、これカジュアル用途なんでね、今回のこの、ゴールドのステンレスにも、まあ、そんな違和感なくね、ついているというね、感じですけどもね。うん。結構ね、なんかポップで、早くつけてみたくなるようなね感じなんで、ちょっと早速ねつけていきますけども、うん、でまあなんかねその裏側のスポンジっぽい感じが結構ね、あの肌当たりはいいですね。肌触りっていうかね、うん、あのそんなにねつけた感じ、あの硬いとかね違和感あるっていうところはね全然なくてですね、こういったカジュアルバンドの感じというねところで、で文字盤はまあこれでもいいですけど、まあ、ミッキーとかね、その辺に合わせてみましょうかね。まあ、こういう感じでね、まあ、親父ですけども、まあ、ポップにね、カジュアルにつけたい時に活躍しそうです。で、これもう一個詰めるぐらいがちょうどみたいですけどね。うん。サイズはね、後でちょっとね、測ってみますけど、うん。私はね、上から2番目ぐらいでちょうどいいというね。まあ、そんな感じでございますけどもね。うん。なんかね、あの質感はね決して、まあ、高級感はないですけど、うん、カジュアルのものとしては結構好感度のあるね、まあ、この見栄えではないかなと思いますけどもね。4時44分だよ、はい、ということでね、まあ、ちょっと重さとかねサイズ関係測ってみましょうかね。でまずは重さからですけども、これが DHL の 17g ですね。でスポーツバンドどうかっていうと、これ長い方で 34g ですからね、実はこれよりも軽いんですね。でこっちのスポーツループ、まあ、これは 9g だからね、これよりは重いというねところで、まあ、もちろんミラネーゼループよりはね全然軽いというね、 20g ぐらい軽いんですね。で幅の方だいたい22から23、少しねテーパーかかってるんでね、まあその差があるっていうねところですけど、でね長さはねこんな感じです。長い方のスポーツバンドとはね、こういった感じの違いがあって、これ短い方はね、こんな感じなんでね、まあ見るとだからまあ穴の位置はまあ中間ぐらいを取ってるなというね、まあそんな設計になっているようですけどね。だからこの一番長い部分、これはね合わせてあるんですよね。でまあ、これ長いバンドの一番短いところよりは内側までね行ってますからね。でただ短いバンドのこのスポーツバンドのねここの穴にはちょっと対応できてないというね、まあ、ところがありますね。で私はねこれ16センチなんですよね、手首がね。で手首16センチで上から2番目ですからね、まあ、大体これを目安としてほしいですね、購入検討している方は。でこの2番目から大体 40mm、 4センチありますから、まあ、私の16センチと4センチ足すと、まあ、20センチのねこの手首の外周の人までねいけそうな感じがします。でこの金具のね着脱なんですけど、まあそのサードパーティーらしくですね、ものすごい純正みたいなスムーズさはないんですけども、まあ許容範囲というね感じでしょうかね。うん。まあ外すときもね、なんかちょっとね方向によって厳しいんで、まあ、こっち行くとスッと行ったりとかね。まあそういう傾向は若干あるみたいですけどね。で、金具見るとね、ここがまあサードパーティーのアダプターみたいなやつで、芋ネジになってんですよね。うん、だからこれね転用したりもできないことはないかもわかんないですね。でここのストッパーのバネのところも、まあ、見るとね一応ちゃんと効いてるみたいなんでね、意思的にはまあまあですかね。はい、ということでね、このところ渋めのバンドのチョイスが多かったんですけども、まあ、たまにはねこういうポップなものもねいいのかななんてね再認識しましたけどね、やっぱね楽しいですよね。でこういったコラボもね、まあ、くだらないといえばくだらないんですけども、まあなんかね、貿易関係携わったりしてるとね、DHL なんか反応してしまうっていうね、ところでね、まあ今回ね、とてもね、こう、ウキウキするバンドだったんじゃないかなと思いますね。まあこれ結構ね、まあこの砕けたね、時に使っていきたいと思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。ケースの方は、次回か次次回に予定しております。
この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。